やってきました。今日も3月第FC 東京戦、結果が2対0完敗です。もうどうするんよ、もうこのままじゃやばいで。1点目のレアンドロのあのミドル、あれうまかったな。キーパーからしたらもうノーチャンスやしな。しゃあないけど、あと一歩寄せてほしかったな。フリーで打たせすぎたからな、仕方ないかなとは思うけど、まあそっからよ。今日宇高先発やってんけどな、宇高もまだ本調子取り戻しない感じするんよ。山崎どこ行った？ケツ穴ちゃん。だって前節まで出てたのに急にベンチがいて、うん、2点目は上福本が弾いて原優斗になんかジョンと、うん、あれも集中力よ。ちょっと上福本に頼りすぎやで。反応したらな、もうみんな足止まってたやん。もう毎回言ってるけど、やっぱこの範囲もう1個しかないやん。ズバリお前がおらんことで、マリノス戦ベンチがやったやんか。で、それも負けたやん。で、今日 もう完封負けやん。これ一回だから前、活性化でやっぱ大前言えた方がいいと思うけど。だって大前がいる試合って、ええ試合してるやん。別にそんな悪いとは思わへんねんけどな。なんで出してくれへんやろ、長さん。16位とかやろ。せっかくさ、天皇杯で優勝できるかもしれんっていうところまで来てんのにさ、残留できんかったら意味ないよ。残り試合数も考えたらまだ。いや、混戦やしな。勝ち点1差とかやし。うん。まあもうちょっと頑張って応援しますわ。結局ヴィッセルもギア上げてきよったからってな感じやな。ジョーさん、俺らファンとチーム一丸となって一緒に乗り越えましょうや。みんなで残留の花咲かせましょうや。お前、お前しか勝たん。お前、お前、お前、元気元気元気ピー、元気元気元気ピー。歌かより普通